じゃん。終わってほしくないとかさ、終わるの早いねっていう方がやっぱいっぱいいるよ。始まったばっかなのね。始まったばっか。でもさ、逆に私名古屋から1週間経った感じもしないんだけど。やばいよね。逆に1週間以上経った気もするんだけど。しないな。1週間経ったっけ。でもさ、3日前くらいの名古屋から大阪までの間にもう2回ライブあったからね。あ、東京の方でね。そう、東京で。お台場で。全部お台場。しかもどっちも野外だよね。どっちも雨降ったし。あ、でもステージ中はやらなかったけどね。ステージ中やんだから雨女ではないっていうことだよね。でグッズが欲しいってやっぱりみんな。でもグッズ持ってきた。あ、名古屋売り切れちゃったもんね。そう、早いよね、売り切れ。ちょっと早いよね。もうちょっと入荷してほしいな。スタッフに言うよ。だからね、持ってないっていう方がやっぱ多いから、あのもしかしたらね、大阪の方もさ同じような現象になるかもしれないので。嫌だなぁ。あのえ、でも言っといたよ、いっぱい、はい、多めに入荷してくださいね、うんうんうん、なので、あの皆さん、なぜなんだろう、買いたいなって思うのもの前もって目星をつけといた方がいいかもと思った。全部買っても安いんでしょ、でも意外と2000円。違う、1万1000円みたいな。あ、全部買って、うん、あ、そうなんだ、らしいよ。でも、もうなんか缶バッジコンプリートしたよみたいな人見てる。おえ、すごい早い。そう、いた気がする。やばー、コンプリート。でもさ、意外とさ、メンバー個人個人が書いてるやつ、誰がどれ書いてるか意外とみんな分かんないよね。うん、知らない。いや、分かるでしょ。分かる、分かるよ。でもやっぱね、ほらグッズ名古屋の時に買えなかったから大阪で早めに並ぶって。でもまた3時からかな、だと思う。ジェイディーズに憧れて高校からダンス始めるのだって。あら、まあ、嬉しい、超嬉しい。ダンスレボリューション。タオルたくさん用意していてほしい。それな、うちらもそれ思ったよ ね、 ね、うん、だってなんかさ、タオル持ってなくて。通じるけこれ、Wi-Fi が弱い。でも止まってる。私もこの間家で一人でやってた時に止まってない。 Wi-Fi、うん、あるの今。私ちょっとこれ見たら止まってしまうから見てみて、 Wi-Fi あるかどうか。あ、なんなん、うん、ある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 よね。2個立ってる。え、渋谷の止まったんだけど、渋谷のグッズ販売は何時からってきてるけど、何時だろう。見てるっけ。見る、あのホームページにあるかな。あるかな、ちょっと待って見てみるわ。そこまでちょっと把握してなかった。うん、何が、あの渋谷の時の先行物販の時間。ジェイディーズ、私はちゃんとね東京で降りたんだよ。あら、すごい。頼っていいですか。動かないですね。あ、終わりました。ページが開きません。こういう時は何回くらい押すの。これは違う、終わりました。なんで私の携帯終わってます。さっきも変だったもんね。渋谷16時って書いてあるな。16時って書いてある人がいて、これ55分に出ないとやばいね、画面上に。ごめんごめん。いや、なんでよ、謝んないでよ。何、55分出なきゃやばいよね。まあ、あと13分ぐらい。 OK、 今何流れてるか、何だと思いますか。何だと思いますか。はははシークレットサマーでした。一瞬止まる、うん、一瞬止まる。やめてほしいんだけど。でもさ、夏がさ、最近さ、台風がさ来たことによってなんか夏再来みたいなぐらい暑いじゃん。やめてほしい、せっかく涼しかったのに。最後のさ、本当に最後のめっちゃいい話してんのに止まったよ、ね、った。めっちゃいい話してたのに止まったよね。え、これさ、ちょっとさ、どっちの方がいいんだろう。止まったしたらもう 4G だから。テンポ悪い、ごめん。私の携帯はやばいな。喉乾いた。喉乾いた。
でも大阪の皆さん、はい、はい、来てくれるよって方いますか？はい、行きます。ちょっとタイムロスがあるんだけどね、頭だけ映んないのやめて。やだ、鳴りやまないスマホピーピーピー、何してる、遊ぼうよ、が恋より大事な予定なんかない。 Let's go Let's go。 あ、行きます行きますって方がいっぱいいる。行くあるよ、行ける、行くあるって来てる。ありがとう、ありがとう。大阪も大阪で見どころ満載だから、名古屋とはちょっと違って、あまだね迷ってるって方はね、多分名古屋の時と同様当日券があると思うので、うん、ぜひ本当に最後のチャンスですからね。そうだよ、3年ぶりだよ。もしかしたら次3年後になっちゃうかもしれないんだよ。分かんないもんね、オリンピックみたいに次は3年後に決定しましたみたいな。オリンピックみたいにねだからちょっと絶対3年後どうなってるか分かんないしな。そうだよ、いやそうだよ、3年後もしかしたらうちら猫になってるかも。今度は犬でしょ。次は犬になってるかもしれないんだよ。カエルとか。そしたら今人間のジェリーズに会いに来てください。会いに来てほしいよ。人間がどうとかじゃなくて、わかんないんですよ、3年後はどうかなんて。わかんないから。本当だよ、だってわかんないじゃん、次いつライブあるかなんて。そうだよ、ワンマンできるかなんてわかんないし。もしかしたらワンマンあってもさ、東京だけかもしれないじゃんね、うん。だって大阪とか名古屋とかでさ、なかなか行けないんです、うん、だからやっぱり皆さんに来てほしいので、うん、お友達とか連れて来てください。ぜひ、はい、待ってます。じゃあですね、来てほしい、来てほしいという気持ちを込めて、今からですね最新のカバー曲をちょっと歌いたいなと思います。まだ上がってない。うん、まだ上がってない、上がってないけど上げたいから。そうだから、リツイートしたい。そう、なんで上がってないかって言ったら、今アカウント100個ぐらい作りたい。あれだよね、ツイッターの方なんだけど、ツイッターの方で今はバックナンバーさんのまばたきのカバー動画を出していて、それが350リツイート以上いったら次の動画を出しますってしてて、あとね70、60ぐらい足りないのでね、多分。そう、もっともっと、え、今280ぐらいまで足っているから70くらい足りないので、でもね次の動画もまだ用意してますので、ぜひ見てほ、協力してほしいなっていう気持ちと、あと今日この時間に見てくれた人に前もなんていうの、お先に見せられるように、見せられるようにここで披露したいと思います。あれ白くなっちゃう、どれだ、あったこちらです。ちょっと見せて、うん、で今リツイートが288だって。あ、めっちゃ飛んでる。もういっか。だからよかったら拡散お願いします。お願いします。じゃあここでお先に披露したいと思います。この曲は今はさ結構来てる曲だよね。うん、そうだね、うん、私も大好きです。そう、大好き。じゃあ知ってる方もいるかもしれません、聞いてください。ヨルシカさんでヒッチコック、ワン、ツー、スリー。先生、人生相談です。この先どうなら楽ですか。そんなの誰も分かりはしないよなんて言われますか。ほら、苦しさなんて欲しいわけない。何もしないで生きていたい。青空だけが見たいのはわがままですか。ありがとうございます。これ実はですね、今は歌だけでやったんですけど、うん、振り付けボディパも入れている動画なので、私が振り付け担当しました。マリがやってくれました、うん、しかも結構真似しやすいよね。そう、そう、みんなでできたらいいなって思うようなやつを振り付けしたので、それバージョン見たい方は見てほしい、うん、から、とりあえずね、ぜひ今上がっているカバー動画をリツイートお願いします。めっちゃ真似してほしいね。ほーやー、先生、人生相談です。お願いします。お願いします。見たい、早
早く見たくなったとか初めて聞いたって方が多い。じゃあちょっともう私もさっき改めてさリツイート取り消してもう一回リツイートしたからさ。あそうだね。そうコメントでもある TikTok とかで流行ってんだよね。そう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 。そうボリパバージョンぜひあげたいのでリツイートお願いします。お願いします。します。じゃあもう一曲さ、あの大阪やさこの先にある東京でも透明派盛り上がるために、うん、一番こうあのやっぱりみんなで沸き立ちたい曲をちょっと披露しませんか。お、あ、じゃあこれ今日これなんだけど私これでしょ。あのタオルを回すあの曲ですね。いいですね。今日すごい館内デビュー。レッスン着がさ館内デビューなんだよね。館内デビュー。では皆さんで一緒に盛り上がりたいなって思ってる一曲でください。 JD's で Sing Sing Sing。 どのサビ？1サビ？1サビ。誰が締めるとこだ？私のところ？ゼロサビのとこか。うん、 OK、 いきまーす。ワン、ツー、ワン。あなたと Sing 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 叶えたい Wish 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 ささげば Sing 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 願い届け Reach Your Dreamレーザービーム、グランドサム、諦めないで起こせミラクル、見逃しは No No No、 フルスイングでウィンウィンウィン、オーオーヤー、チュッ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 って感じですね。はい、そう、この曲はタオル曲なのですが、お、ですが、ですが回してほしいのですが。ボタボタになっちゃった。そうなのであのこの曲含め他にもタオル曲を用意していたりだとか、はい、あとはタオルじゃなくても一緒にねそうあの踊れる曲とかもあるので、うん、ぜひみんなで盛り上がりましょう。あと何分？そうね、だいたいねあと5分くらい。そうですな、うん、なんかしたいことある？あでもイエーイイエーイとか回すよっていうコメントが多い。嬉しい。回すよ。ん？何何だったの今の時間は。多分ね今日のリハ自体そうなんだけどちょっといいテンション感じゃない？そう明日が楽しみになるテンション感だった。いいテンション感だよね。いいテンション感保ってる。嬉しいよ。やめとけ、やるなやめとけ。ぬんぬんぬんってなった。あ、最後じゃあそうなんかおーの練習しようよだって。おーの練習？あースイングの？え？うちらが？え違うの？おーって何？おーってこと？うん。それから言ってって言ったやつやるの？オッケーオッケー。え？違う。あまあいろんなおーやってみるかじゃあ。いろんなおーやってみる。暗いね。画面自体が暗くなったでしょ。じゃあいきまーす。ドゥッ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 、おー届けカオフォーイン目指すドンギファンって言う。あ、ごめん勢いよ、ちょっと今私も入れなかったからもう一回みんなで一緒にやろうよ。じゃあさあのちょっと前の歌詞からいかない？てててんじゃちょっとわかんないけど、君らしいシンガーでどんな喧嘩恐れない、結構前やりね、勝ち負けと夢の通過点空振りだって振り続けろ君らしいシングでバッドゥッドゥンドゥッドゥッドゥ、せーの、お届けカンファイン目指せドンギファン一緒にビビヨーセン君と人カンスあなたとどんどんあなたとせーのシングシングシング、最後のサビに行く前だね。チュチュチュ歌っていいかなってあったけど歌ってください。歌ってほしいよ。あの届けゴフォーイとかも拍手とかしてほしいじゃない。届けゴフォーイ盛り上がるところが満載だね。そうだね、満載です。もう本当にあの恥ずかしがったりしないでね、もう本当頑張って声出して私たちもあのみんなで楽しいの作っていこうと思うから恥ずかしがらないで覚えたってみんな。
覚えた。聞いてる？覚えたって。あ、覚えたって。覚えた、嬉しい。パチパチパチとか、まあ多分この移動時間とかライブ来るまでの時にもスイング聞いて、てててんてててん、おーっていう練習したら多分できると思う。そうだね。あとは本当は初めの英語も言いたい、言いたいって届け語っぽい。あれちょっと難しいよね。 Get steady Go fight win Let's get steady Go fight win Go。あとね、みんなね、まあ、曲変わっちゃうんだけど、ヒーハーはってみんな来てる。あ、ヒーハーは、ヒーハーはもうお願いしますって感じですね。Everybody say ヒーハー。みんなも一緒にヒーハー。最後にヒーハー。じゃーん。大好きって曲です。あの岡村康幸さんの曲を。カバーめっちゃ前にして私たち、そでそれがねもう今でも歌い続けてるんですけど、大好き、そう一緒にこうやってハート、これ本当にあの意外とね最近私たちのこと知った人ってさ、これ大好き一緒にするって知らない人多いじゃんね。あんまうちらも最近言ってないからか、うん、一緒にね大好きってこうやってください。パンパン、すごい簡単だから、パンパンパンやってね。 Everybody say ヘッポダイヤでした。ヘッポタイヤやっぱやめた方がいいよ今日でしょ。やばい。でも本当楽しみだね。そうですな。いやでもなんかちょっと緊張してる。おお、私も。おお、いやだって3年ぶりだよ。名古屋はやったけど名古屋とは絶対違うし。絶対違うよ。うん、すごいね。ドキドキするけど、まあ、ちょっと変わるしね。あ、そうね、うん、絶対あのリリーベとか大阪でやってたらさ分かるけどさ、すごいあったかい人が多いから、うん、楽しみではあるよね。盛り上がるんですか、ね、また声出してね。名古屋に負けんなよ。みんなで一緒に最高の一日作りましょう。そうだね。ということで、ここら辺で終わりかりしたいと思います。そうだね。皆さんね、ぜひ当日券とかもあるし、グッズ販売もありますので、ぜひぜひ皆さん来てください。以上 J リーズでした。待ってます。ポチッとな。